五代将軍徳川綱吉の見舞いであるぞ、頭が高い。下道も一味か、一足違いであったな。秋吉めの肉肉しい小娘は今世が自ら手打ちにいたしたところよ。九頭竜村正、よほど疎ましく思うておったか、小娘の血を吸って輝きを増しおったわ。焦るでない、流血の気を余さず抜いて江戸は大地に沈もうが、九頭竜の望みなれば構うことか。見よ、今や吹き上げる気が一筋の糸のごとく十回を貫き、神仏の世界へと往来かなう道が開かれたわ。約束の刻限はまだじゃというに、ここに来て命運が尽きたようじゃ。仏様に何とお詫びをしたものか。思い半ばにして先行く不甲斐なさは残念でならぬ。これでは伊達の兜と笑われても仕方のないことじゃな。ついに天門は開かれ、世は今格別気分が良い。下賤な者とも特別に口を聞いてやろう。この門をくぐり宇宙の中心に至れば、清掃の神器を浴びて犬神は輪廻をも超える大天魔となられる。その暁には世と共に三千世界の享楽のすべてを収奪せしめるのだ。キスケ、すまなんだの。命があるなら逃げ延びて、せめてお前だけでも生きておくれ。何言ってやがんだ。弱音は吐かねえと言ったじゃねえか。怒りは収まりそうもねえ。覚悟しろ。首だけになってもかぶりついて粉々にしてやる。
犬脅しにも劣るクズ鉄がクズ竜丸。おぼろ竜の手の内ではどうあがこうが無駄なことよ。女一人守れねえで、何が天下無双の剣だ、何がおぼろ竜だ、クソの役にも立ちゃしねえ。虎姫のこの秀で死に様がありがたいお導きなんぞと抜かしやがるなら、もう神も仏もいるもんか。神仏をも切るこのクズ竜村政で仏とやらに思い知らせてやろうじゃねえか。キスケ、よくぞここまで来たものじゃ。これじゃあこんなチャチなタチなんぞ何の役にも立たねえって、赤子だって気がつくぜ。手を合わせたこともねえ俺だが、今一心にあんたを拝む。代わりに死ねってんならすぐにでも腹をかっさばく。だから頼む、虎姫の命を返してくれ。四十九日と言わず生かしてやってくれ。性のないやつじゃな、キスケ。陸道流転を脱し浄土を得た者を己の勝手で苦界に戻せと願うのか。命ある誰もがいずれ訪れる宿からは逃れられず、愛する者と死に別れることもまた避けられはせぬ。頼んでもダメか。こんなところでお高く泊まって俺の願いは一つも聞けねえってのかよ。異端の方で参ったお前には特進行くまいが、ここは皆の心の奥にある蓮の池、お前の心でもあるのじゃ。仏とは心の中に住まう慈悲そのもの。私は釈迦仏の方便によって発心の姿を表しているに過ぎぬのじゃぞ。説教なんてクソくらいだ。虎姫が生き返らねえんなら俺が未練たらしく生きる意味もなくなった。俺の中にいると言いやがったな。ならこうしてくれら。貴様、磨かれ。いまだ煩悩具足の困ったやつではあるが、何とかして助けてやりたいものよ。いかにいたしたものか。のう、虎姫。阿弥陀如来様、キスケが宇津塩の合法によって陸道に輪廻するなら、その修身は私の業でもあります。願わくば地獄道、ガキ道、畜生道、陸道どことも共に生まれ変わって添い遂げ、いつの日か浄土へと生まれるように導きたいと存じます。この虎姫のわがまま、どうかお許しください。観の字、案の定ここにいやがったな。店ほっぽってほっつき歩いてるって、はっつぁんすげえ剣幕で探してぞ。